俺のワトソン誕生日おめでとう俺の誕生日を祝ってもらった時約束したろちゃんとお返しするってもちろんお前にだけは内緒で用意したさ <laughs> 全然気づかなかったろ <laughs> 俺は一応探偵だからその名に恥じない仕事をしないと。 プレゼントはな、お前の部屋に隠していた。欲しがってたあれ、お前ならきっとわかる。もちろん覚えてるさ。なんせ送りたいもんはリストアップしてるからな。たとえいつか俺がいな。あ。何 <laughs> でもない。じゃあ、歌うぞ。お願い事の用意はいいか 行くぞハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーマイガールハッピーバースデイトゥーユーいや大丈夫だただ過去の8年も一緒に言われてたらよかったなって。 そうだな。二人の記念日をたくさん作って。そんで、一緒に祝おう。 サプライズ <laughs> 誕生日おめでとう。誕生祭って一緒に祝うのは初めてでしょもちろん派手にやるとも。<laughs> どう感動した <laughs> まお楽しみはこれからだ。まずこのバースデーケーキを見てよ。 デザインしたの俺だよううん、うん、そんなことないってあんたのために作ったんだからむしろ楽しかったよ実は誰かの誕生日を祝うのってこれが初めてなんだほんとうまくいってよかったよんああろうそくを立てる時についたっぽいね うーん、どうしよっか。甘くて、美味しい。ぜ <laughs> ひ食べてほしいね。んお姉さん、顔赤くない <laughs> ひょっとして、この俺の方が、ケーキより、美味しそうに見えた <laughs> ごめんってば冗談だからねえこの後もいろいろ用意してるから最後まで逃げたりしないでよおめでとう。 今日は君の誕生日だろあ <laughs> それは君が入社した時の履歴書を見たからそれで覚えたんだああこれは前から準備していたものだただ私がその機械を 違う照れてなどいないそれよりお腹が空いただろう何か食べようかこれ味見してえっ食べさせてほしいのならそう言えばいいのに。 別に、甘えてくれてもいいんだぞ。遠慮しなくてもいい。君には、いつまでも、君らしくいてほしいんだ。 あなたの未来が幸福で満たされますように来たね誕生日おめでとうああさっきのは誕生日の祈りで故郷の習わしなんだ <laughs> 僕は信者じゃない。 けどあなたのためなら試す価値はあるん何かついてるかなは <laughs> やっぱりこれかな大丈夫外したのはわざとだからこの国では大事なお祈りをする時は身を清めたから行うそうでしょ だから僕は本来の姿であなたのために幸せを祈りたかったんだ <laughs> 確かに少し慣れないねぼやけているし見づらいよけどあなたの顔さえ見えればもう十分だよ